突然引退したけど、その後がすごい芸能人、トップ5。この間まで、テレビに出ていた芸能人が、突然、テレビに出てこなくなって、引退していた、波乱に満ちた芸能人の活動の中で、このような突然の引退はよくあることだ。というわけで今回は、突然、芸能界から引退し、その後、すごい人生を送っている芸能人を、5人ご紹介します。5位、阿部麻美。突然引退し、その後が気になる芸能人といえば、阿部麻美だ。モーニング娘。の、阿部夏実の妹という形で、芸能人デビューした彼女、ドラマ、みなみくんの恋人や、大河ドラマ、篤姫など、多数のテレビ番組に出演し、その後の将来が期待されたが、2011年11月に、突然、引退を表明。さらに、8歳年上の一般人男性との入籍も、同時に発表した。その後の彼女は、一体どうなったのか。その結婚生活や、子供の有無については、一切不明であったが、どうやらとあるデパートの衣料品売り場で、働いているらしい。クリエイターという高収入が見込まれる仕事に、夫がついているはずなのに、わざわざデパートで働いている、ということから、その後の彼女の生活が、大まかに読み取れるであろう。また、2015年には、姉の、阿部夏実とのツーショット写真というのが、突然ネット上にアップされたが、なぜか、阿部夏実は坊主になっていた。この画像の真偽がファンを不安にさせている。4位、伊藤美咲。近年突然引退し、周囲やファンを驚かせた芸能人といえば、伊藤美咲が思い当たる。1999年、アサヒビールのキャンペーンガールから、芸能人としてのキャリアをスタートさせた彼女。その高い演技力が評価され、ドラマ、電車男などに出演して、一躍、人気者となった。そんな伊藤美咲、2009年に、突然、大手パチンコメーカーの社長と入籍を発表。一時的に芸能活動を休止することとなるが、これが実質的な引退となってしまった。昨年、芸能活動への復帰を発表したものの、全く活動は行っていない。おそらく、このまま、引退となってしまうだろう。噂によれば、彼女の夫は束縛心が非常に強く、外の世界で活動するのを、一切許さないそうだ。それが事実なら、がんじがらめにされた、彼女の結婚生活は、果たして、幸せなのだろうか。3位、島大輔。引退後の活躍が気になる、芸能人としては、島大輔の名前が思い浮かぶだろう。1981年、当時人気だったプロ系ロックバンド、横浜銀河への射程的存在としてデビュー。その後、鳥獣戦隊、ライブマンで主演を担うなどして活躍したが、近年は俳優としての活動は、いまいち冴えていなかった。そんな島大輔、2013年に芸能界を引退したのであるが、その後、どのような活動をしているのか。カレー鍋の店をプロデュースしたのだ。島大輔の店は好評で、連日満員になるほどなのだとか。2位、相川えずみ。今の人は、あまり知らないかもしれないが、相川えずみという女優も、引退後がよく噂になっている。その美貌を生かし、必殺仕事人などで、人気を得た彼女。ところが、とある事故によって、活躍中でありながら、引退せざるを得なくなってしまった。不幸な引退後、彼女は一体、何をしているのか。なんと、化粧品メーカーの社長となって、かなりの地位を築いていた。まさしく、怪我の功名というやつだ。本当、人生とは、一体何が起こるか、わからないものである。1位、島田紳助。あまりにも衝撃的な引退をした芸能人としては、
島田紳助が有名だろう、行列のできる法律相談所など数多くの番組で司会者を務めていた島田紳助。2011年に暴力団との関係が明るみになり、芸能界を追われる形となった。その後、島田紳助は一体何をしているのか。なんと彼はとある暴力団組織の相談役に就任されたと噂になっている。どうやら現在は芸能人時代以上に黒い関係とズブズブと言われている。いかがでしたでしょうか。また違う形でテレビの前に彼らが現れる日が出てくるかもしれませんね。